ここからの放送は素敵なインディーズアーティストです。今流れている曲は番組のオープニングテーマ、セリナさんの川越で会いましょうです。私はパーソナリティのシャンクス山内と申します。アーティストを応援する仕事をしていて、主にアーティストのメンタルサポートをしています。アーティストの心に寄り添い、本来のその方の力が発揮できるようサポートをしています。その他にはワンマンライブを満席にするような集客サポートや、あと今コロナで中断していますが海外進出支援なども行っております。この番組ではこれから活躍が楽しみなアーティストを毎回ゲストにお招きし、2回に分けてインタビューと歌を紹介しています。さて、今日登場していただく素敵なアーティストは現役の高校の先生でバンド餃子大王のボーカルの森和夫さんです。森和夫さんは過去に餃子大王でインディーズチャートでオリジナル曲が1位にランクされたこともあり、そして今も現役で活躍されているアーティストです。同時に大阪の平岡松風高校の数学の先生で軽音楽部の顧問をされています。以前この番組に出演されたバンドチミドロバニーちゃんを高校生時代に指導し、見事に文部科学大臣賞を受賞した指導力は本当に素晴らしいです。森和夫さん、今日はようこそ番組にいらっしゃいました。自己紹介をお願いします。餃子大王というバンドをやっております、ボーカルの森和夫です。ボーカルでありながら、今は平岡松風高校、大阪の公立高校で数学の教師もしております。そして軽音楽部の顧問もしております。今 YouTuber を目指して YouTube の方にもいろいろ投稿しておりますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。今日は森和夫先生とお呼びしてよろしいですか？お願いします。殿が慣れてるので、はい、ありがとうございます。以前番組に出演いただいたチミドロバニーちゃんのララさん、はい、ココシさん、はいはい、森先生のお名前は何回もお伺いしてますので、 ありがとうございます、はい、今日はお話を、はい、今日はお話を聞かせていただくのを楽しみにしておりました。どうぞよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。さて、最初ですけれども、私たちはラジオ川越なのでですね、はいはいはい、川越の印象をまずはお聞かせいただければと思います。はい、僕ら関西におるのでね、なかなかね、イメージが湧かなかったんですが、はい、そうですよね、ちょっと見たらね、小江戸と呼ばれてるなんか古い町並みなんですね。その通りです、おっしゃる通りです。なるほど。でね、なんかちらっと見たら菓子屋横丁、菓子屋さんが立ち並ぶ、ね、はい、賑やかな商店街っていうのに行ってみたいですね。ああ、はい、そうですよね、あそこ有名ですね。行ってみたいです、はい、ありがとうございます。ぜひ、はい、関東にお越しの時には川越に立ち寄りいただければと思います。わ、はい、かりました。埼玉攻めしたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、はい、では森先生のですね、はい、音楽との出会い原点をお聞かせいただければと思うんですが。はい、中学ぐらいの時はね、熱心なこうリスナーやと思うんですよ、音楽が。なるほど、なるほど。はい、友達の影響でね、ビートルズがすごい好きになって、はい、FM のラジオをね、エアチェックして録音、はい、カセットに録音したりするようなことをしていました。ああ、そうですか、なるほど、はい、その辺がスタートだと思います。ああ、そうですか。私もビートルズ好きなんですけど、ちなみに、はい、ビートルズで何の曲が、はい、どの曲が好きですか？ね、アルバムで言うとね、うわ、もう好きな曲だ、もうめちゃくちゃいっぱい出てきて困るんですけどね、はい、ね、地味なところだとね、ホワイトアルバムのね、ホワイトアルバムですか？I will って言ってたね。知ってます、知ってます。もう素晴らしいメロディーですよね。ああ、私も好きです。I will はい、とっても好きです。はいはい、さすが先生、はい、詳しいですね。すいません、渋いとこ行ってすいませんでした。はい、いやいやいや、ホワイトアルバム好きな方っていうのはなかなか通だなと思って。いえいえ、とんでもないです。もちろんね、ファイルマイギタージェントリーブスとかも、いいですね、ね、クラプトン。はい。はい。ね、オブラディオブラダもね。ああ、いいですね。なるほど。
その辺が先生の原点なんですね。ああそうですね、オブラディオブラダは多分そのすごい幼い時になんか楽しい曲やなと思った記憶がありますもんね。リアルタイムやかなと思います。なるほどなるほど、はい、ですか。いや素晴らしいですね。そこに、まあ、音楽との出会いがあったということですね。はい、はい、そしてまあ、リスナーとしてビートルズとか、まあ、いろいろ聞かれていたという話なんですけれども、はいはい、森先生が自ら音楽活動をされるようになったきっかけっていうのはどんなことでしょうか。はい、高校時代にね、はい、文化祭に友達が出てたんですね。はいはい。で、石田君っていう亀みたいな顔した男やったんですけども、はい、彼がドラムを叩くと石田君って企画が言われてるんですね。それ見て、もその日にバンドを僕も組もうと思いました。はい。ああ、なるほど。はい、モテたいがためにすぐこうバンドを組みました。そうですか。バンドを組みたいと思われたときに、その、はい、パートは、楽器は何か、はい、やっぱり一番目立つので歌うし、ギターも弾くみたいなのが目立っていいなと思いました。はい、ああ、そうですか、はい。歌ってギターソロも弾くみたいなね、もう一番目立つ。おお、なるほど、はい。もう大谷翔平みたいなポジションになりたいな。なるほど、はい。なるほど。そうですね。それでギターもじゃあ始められた感じですか。はい、ギターも始めました。高校生だからそんなに早くなかったんですけどね。すごい一生懸命練習しました。はい、さすがですね。いえいえ、もう、はい、勉強が全然しなくなったんですけどね、それで偉い。いやいやいや、先生に なられてるわけですから、いや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 、そんなわけはないです。いやいや、もう、数学以外が偉いことになりました、もう、はい、もう。はい、いやいや、私、数学できないので、尊敬いたします。いやいや、もう、数学だけできるなんて、一番クソな男ですからね。いや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 、はい。いやでも本当素晴らしいですね。で今は引き続き餃子大王というバンドをされているというふうに伺っておりますけれども、はい、今のその、はい、バンドのメンバー構成とかどんな音楽を目指しているかについて伺いしてもよろしいでしょうか。わ、はい、かりました。まあね、教師のメンバーが多いんですが、あ、そうなんですね、まあ、はい、あと辞めていったメンバー、プロになっていくメンバーとかもおるんですよ。はい。はい、ですから、こう、プロに、すごいですね。はい、誰も、はい、はい、誰も辞めさせてないので、そいつらもまだメンバーなんですけどね。はい、はい。ベースは、じゅんちゃんって言って、今年退職した校長、小学校の校長やったわけです、ね。はい。すごいですね。はい、ドラムも、しげおと言って、はい、中学校の校長なんですね。すごいですね。だからリズム隊が2人の校長によって管理されてるわけです。管理職で。2人の管理職によって管理されてる。すごいですね。すごいバンドです。すごいですね。はい。もうバンドを支えるっていう感じなんですね。はい。で、キーボードが亀を言いまして、これも中学校の先生やったんですが、今は、はい、大学でね、国語の教員になるものを教える仕事に変わりました。そうですね。はい。まあ、そうです。で、森和夫先生とか。はい。あと、まあ、いっぱいおるんですけどね、顔が赤い、踊るだけの赤さんとか、彼は、電通のデザイナーなんですが、はい。関西では、おっさんテレビというキャラクターがあって、それの声優をしたりとか、いろいろおります。ああ、そうですか。はい。はい。なるほど。あとは会社員の北ちゃんっていうのがおったり、いろいろです。そうですか。なるほど。素晴らしいですね。先生、先ほどの校長先生とか、まあ、はい、先生方で、まあ、作られたバンドで。はい、僕以外がみんな管理職になっちゃったんですね。先生が作ったよりも学生の時やってたのがそのまま先生だったんですよ。ああ、そういうことですか。じゃあもう長くやってらっしゃるんですね。はい。大阪教育大学で結成したの、僕が18歳の時。ああ、そうですか。じゃあもう、はい、本当に何十年という感じ。はい、40年ですね。はい。すごいですね。はい。だから、はい、バンドやってたやつがみんな先生になっていったという感じです。ああ、そうですか。はい、なるほど。いや素晴らしいですね。何が本当尊敬します。はい、はい、引き続き今もやってらっしゃるっていうところが素晴らしいですね。はい、この間そうですね、ライブで、はい、もう満席だったという話も伺いましたし、この前も、はい、大阪ミューズでやったのが、はい、
いや、とても素晴らしい活躍をされている森先生ですけれども、本当に森先生ご自身、今高校で数学を教えていながら、はい、また軽音楽部で生徒さんを指導されていてですね、はい、で先ほど申し上げましたけれども、はい、チミドロバニーちゃんというバンドでですね、はいはいはい、文部科学大臣賞を受賞したということ、はいはい、あるんでですね、本当にその、はい、先生の指導力ってすごいなっていうふうに感じるんですが、その、はい、実際に生徒さんたちを指導されていて、はい、一番気をつけてることっていうのはどんなことでしょうか。タイミングですね。タイミングですか。はい、一つのことをこう教えるときに、はい、今それを言うべきか、どのタイミングで言うと一番入るかっていうのはすごく気をつけています。なるほどなるほど、はい、だから今言うても無理やなあいう時、あ今入るないうのをうまく見極めて指導しなあかんかないうことはあります。なるほどなるほど。それは精神的なこととね、例えばこう、はい、もっとしっかりとこう自分を持ってこう演奏せなあかんとか、自分を持って発言せなあかんとかいう精神的なことであるとか、あとは、はい、ここでギターはこんな風に入らなあかんとか、リズムをこう気にせなあかんっていうことも、はい、その両方ともがね、そのタイミングが違うとかじゃないですか。なるほど。へそ曲げたりも、はい、言うこと気づくかいうタイミングがあると思うんですね。はい。で、その子にこう、ちょうどわかるタイミングっていうのは、こう演奏の失敗であるとか、演奏の成功であるとか、はいはい、大会に出た時であるとか、ライブの前であるとか、後であるとか、そのタイミング見計らって言うて、はい。一番、いいタイミングで言うて入るのは嬉しいですね。なるほどなるほど、はい、そういうことなんですね。はい、なるほど。やっぱりそのそれぞれのそのまあ学生さんによってやっぱりその、はい、受け入れやすいタイミングっていうのがあるんですね。はい、それは本当にあると思います。今の子はやっぱり余計難しくなってると思います。ああ、ね、そうですか、ね、なるほど。僕らの時代やとやっぱり先生がね割と怖いもんでバンと言うたらみんなもうすっと聞くもんやっていうのがあるんですが、はい、今は、この人の言うこと聞いたらうまいこと言ったという、こう、実績を重ねないと信頼がね、得られていかないので、なるほど。だからそのためにうまいタイミングで、効果的な指導、その子が伸びる指導をしていきたいと思っています。ああ、そうですか。なるほど。はい、よくわかりました。森先生から見て、伸びるアーティストの共通点っていうのはどんなもんでしょうか。はいはい、アーティストって言うても僕の教え子についてしかねこう、はい、分からないんですが、はい、やっぱり素直さっていうのがすごい重要であると考えていますね。なるほどなるほど。素直さですね。はい、何かアドバイスをした時にね、はい、アドバイスをした時にちょっと違うかなと思っても取り入れてみるっていう、こう柔軟さっていうべきか。なるほどなるほど。はい、全く聞かない場合はやっぱりしんどいですし、そうですね、こう素直に一度はこう話を受け入れてみる、そしてこっちの言ってることの良さも取り入れていけるという子がいいですね。なるほどなるほど。はい、実際なんか、はい、どうぞ。一緒にね曲を作ったりっていうのを、曲を、はい、生徒の曲にアドバイスする場合はなんかもう共同作業者としてやってるような感じなんですね、僕。なるほど、なるほど。一緒にいいアイデア考えていこう。だから、はい、いろんなアイデアを出していく中で、これを採用する、採用せえへんっていうのを柔軟に考えられる子っていうのはすごい伸びていきますね。はい、なるほど、なるほど。そうなんですね。はい、すごく今のお話も、こう、腑に落ちると言いますか、はい、納得するお話ですね。はい、まあ。やっぱり若いアーティストは余計にその素直さが大事だっていうことですね。そうですね。それをね、自分を振り返れば人の言うことなんか絶対聞かないタイプだったんですけど、ね、いやいや、はい、はい、もう大人の言うことなんか聞くかと思って音楽をしてたんですが、今立場変わればこんな感じなので、その聞くタイミングを見計らいながら言ってる感じだと思います。なるほどなるほど、はい、さすがご経験からやっぱりそういういい指導が、はい、できるんですね。素晴らしいです。とんでもないです。はい、また私の興味関心で聞いてしまうんですけど、はい、こう長年アーティスト活動をやってきた森先生からご覧になってですね、はいはい、ご自身の音楽と今の若いアーティストの音楽の違いっていうのを感じますか。はい、大きく違いますね。はい、例えばどんなことでしょう。
はい、やっぱり多様化かなとかも思うんですよね。はい、多様化。多様化、はい。はい、ですから、我々の頃だと、例えば音楽番組を見ててもね、はい、のお年寄りからこうちっちゃい子までこう一緒に見て楽しめたいうところがあった、はいはい、だからその違いというよりも、すごい多様化してきてるなという気がするんです。うん、なるほど、なるほど。だからそのあるジャンルではすごい詳しく知ってるけど、あるジャンルは知らないみたいな。ああ、はい。だからボカロのについての曲はすごい詳しいけど、もう一般的にこう、一般的なそのバンドの音は知らないとか、はい、その子供子供によってすごいこう、知ってる世界が違うっていう感じが感じています。なるほど。はい。で、だから違いはね、なんて言うんですかね、音楽性の違いは今でも例えば、あいみょんであったり、バックナンバーであったり、はい、全然その音楽性違わないものもやっぱり流行ってるんですけども、はい。はい。まあまあ、だから多様化してきていって、それに僕らついていくのが大変かなというところはあります。なるほど、なるほど、はい。いや、非常に今の話もこう納得できる話ですよね。やっぱり、その、今おっしゃったような感じっていうのは、私も受けるんですよね、いろんなアーティストさんにインタビューして。そうですよね。はいはい、おっしゃる通りだなっていうふうに改めて思いました、ね。はい、だからね、我々のその影響を受けたアーティストって大体決まってきてたんですが、なるほど、はい、もうそこから枝分かれしていってしていって、そこから影響をみんな受けてるので、ね、はい、それ辿っていけばまた一本になるかもしれないんですが、こう、はい、本当に今聴いてるものについてはすごく深くいってるんですけどね、深くやけども横に広がりが聞いてない子が多いかなっていうのは、うん、印象として感じます。なるほど、なるほど、はあ、非常によくわかりました。ありがとうございます。はい、はいはい、ではここで森先生のバンド餃子大王の曲を1曲ご紹介したいと思います。ありがとうございます。曲はおはようですね。はい、これはどんな曲ですか。はい、はい、これはね、本当に世界に平和が来たらええのになという意味で作った曲です。はい、なるほど。はい、どの町にも朝は来るという歌なんです。うん、なるほど、はい。そんな気持ちで、まあ今のね、世界情勢に合ってるかなと思います。ありがとうございます。はい。それではお聴きください。餃子大王でおはよう。さあ
餃子大王のおはようをお聴きいただきました。素敵な曲ですね。ありがとうございます。森先生が音楽を通して多くの人に伝えたいメッセージがあればぜひお聞きしたいんですけど。はい、まあ本当に今世の中がこう戦争であったりとか、はい、ね、犯罪であったりこう殺人であったりいろんなことが起こってるんですが、うん、音楽はやっぱりそれとずっとね戦ってきたその歴史があると思うんですね、はい、だから音楽に政治的なことを言うなとかそういう意見もあるんですけども、音楽はやっぱりメッセージを含んでいくものだと僕考えています、うん、だから今はやっぱり平和な世の中であったりこう楽しく生きようとか前向きに生きようということをこう、はい、メッセージとして伝えていきたいし、生徒たちが作る歌の歌にもやっぱりそういうメッセージを持ってほしいと思っています。いや、とってもよくわかりました。ありがとうございます。平和を伝えるといいますかね、そういう先生のお気持ちもすごくよくわかるような気がしました。ありがとうございます。ありがとうございます。で、森先生が今まで音楽活動をしてきた中で一番大変だったことって何ですか？はい、やっぱりこうメンバー間にこういざこざがあるときがないですね。あ、メンバー間の意思疎通がうまくいかなかったり、はい、まあ、具体的に言うと僕以外がみんな好調になっちゃって、はい、こうコンプライアンスの問題でこうなかなかライブに出れなかったり、ライブのスケジュールが決められなかったりとかね、こういうことが出てきたら苦しかったですね。なるほど。で、一人いざ退職したらその人がちょっと暇になってどんどんやろうって出てくるような感じで、はい、面白いです。はい、なるほど。やっぱりメンバーとの、はい、メンバーのスケジュール管理であったりとかいうところですね、はい、なるほど。まあ、本当にあれですよね、コロナ禍だけに会場でのライブっていうのは、まあ、なかなか難しかったですね。特に校長がそんな時にしてええんかとかなるとね苦しかったですけど、はい、そうですね、はい。一般的には賛否両論ありますけど、はい、まあ、ちょっと立場上はっていう、はい、校長は出られへんやろというのがありますよねまあそうですね、はい、はい、いや、なんとなくこうよくわかる気がします。はい、逆に森先生が今まで音楽活動をしてきた中で一番嬉しかったことって何ですか？まあ、音楽の活動してきた中でやもう山ほどあるんですけどね、はい、1回1回のもうライブ活動はもうその輝かしいこうなんていうかな思い出なんですが、母親がこう僕割と早くに亡くして、父親が元気を亡くしてたことがありまして、はい、でその父親がその大阪の花の万博いう大きなそのイベントがあったんですけども、はいはい、その時にね、うちの父親が出向してそこで働くことになってたんです。はい、でその花博のオープニングのコンサートにいっぱいいろんなアーティストが出るわけです、はい、でその中に僕選ばれて、おお、素晴らしい、素材王として選ばれて、父親が見てる前で母親が亡くなったんやけどこう前向いて頑張っていこうという歌をね、はい、父親の前で歌ったんですね。ああ、なるほど。でその時にこう父親が感激してくれたことはすごい嬉しかったです。そうでしょうね、本当に素晴らしいことですね。はい、もうその時はちょっと初めて親孝行したかなりなりました。いや、親孝行たくさんしてらっしゃると思いますけど、いえいえ、とんでもないです、ね、それが一番の親孝行だったのかもしれませんね。はい、素晴らしいですね、はいはい、これからの目標って何でしょうか？はい、将来の目標はね、やっぱりこの、はい、共同作業で一緒に作ってもいいんですが、僕のその作曲やら作詞であるこの力はね、こう自分の曲、自分として森和夫としての曲でもいいですし、誰かをサポートして作ってもいいんですが、はい、やっぱりこう後世に残る曲を作っていきたいとすごく思っています。なるほど、なるほど、はい、もっと名曲を作りたいなと思っています。それ売れる売れないでなくて、なんかこう人の心に刺さる曲を作っていきたいなと思っています。なるほど。今後が、はい、楽曲提供なんかの道も考えてらっしゃるんですか？特に、特にこう共同制作っていうことになるかと思います。ああ、なるほど、はい、はい、そうですか。じゃあ、教え子さんとの共同制作、そうですね、はい、それが、それでその楽曲がね、こう
まあ、フィットしたり世の中の人に認められたりしたらすごく嬉しいと思います。なるほど、はい、素晴らしいです。はい、僕60過ぎたら、そしてあのやらなかったメジャーデビューをするのもまた面白いかなと。ああ、ぜひ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 お願いします。もう楽しみにしてますね。はい、はいはいはい、ありがとうございます。で、あの今後のライブ予定、活動予定について教えてください。はい、この夏、7月23日土曜日、はい、もう近いんですが、これの時は大阪のネイブ、大阪の南堀江ネイブでワンマンライブを行います。関東の方にね、9月に行きます。そうですか、それは楽しみですね。はい、はい、9月、はい、下北沢クラブ9でね。ああ、素晴らしい。あ、そうですか、しております。素晴らしい、はい、9月の、はい、25日日曜日、下北沢25日日曜日、はいはい、クラブ9でワンマンライブが決定してますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。素晴らしいですね。ありがとうございます。これは、ね、ぜひリスナーの方々、はい、参加していただければと思いますので、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、その他あれですね、YouTube とかいろいろ活動されてますよね。はい、YouTube で餃子大王で検索していただければ、あの数学をね、こう面白く教えようとかあって、はい、まああの授業で評判良かったやつとかをこう YouTube にしたらどうかなっていう思い始めました。素晴らしいです。あの拝見しました。あ、よかったです。素数の覚え方とかね、はい、2357111っていうね、2357711、はい、これで素数が全部覚えられますので大丈夫だと思います。いや、素晴らしいですね。そうですか、森先生、今回素敵なお話をありがとうございました。こちらこそありがとうございました。来週は森和夫先生がボーカルをされている餃子大王の歌を中心に放送させていただきます。リスナーの皆さん、次回7月27日水曜日も23時から、ぜひ番組を楽しみにしていてください。今日は森和夫先生、どうもありがとうございました。ありがとうございました。